とゴールデンエッジの鹿児島大輔です。で、もともと僕はずっと鍼灸接骨院で働いてたんで、ロンドンとオーストラリアに移住してた時があって、その時に俺じゃあ怪我治してあげるから英語教えてよみたいな感じで、スケーターの友達と一緒に釣るんでスケボーするようになって、で、その時にやっぱり将来お店やるんだったら絶対スケボー屋さんと針と鍼灸接骨院が一緒のお店がいいなと思ってて、なんで基本的には僕が好きなものを集めてるんですけど、やっぱり友達のプロジェクトとか顔が見えるブランドというか、僕が好きな人、知り合いのものを集めてます。これが治療室です。ちょっと今在庫がなんだいろいろ置いてあるんですけど、なんでここでそのスケーターの怪我とか捻挫とか打撲とかそういうのも全然やりますね。なんかやっぱ外で食べる時間あんま取れなかったりするんで、ここでパッと食べれるように、いただきます。うまい、うまいですね。なんだこれ、何入れたのこれ、めちゃうまいね。チーズ、卵、うん、チーズいいっすね。飯食った後俺絶対めっちゃ眠くなるっすね。だからちょっとあの奥さんとかにちょっと寝てくるとか言って寝てる10分15分とか